黒い蝶の羽ばたく音が聞こえるな。虫、そんな嫌いじゃないんだけど。おっと、あれだけいると気色悪いよね。なんか足元の感じが、あれ、もしかしてここ、うわぁ、うん、こちらリビー、極東聞こえるか。たった今シエル、ナナ、ギルとはぐれた。消息を確認したい。こちら極東、バイタルサインを確認中です。全員生存しています。場所の特定は難しいですが。了解。探索が長引きそうだ。一度極東に戻り立て直そう。ここは一体。まさかケイトさん、これは。現実を見なよ、ギル。ケイトさん。あのラケルって人が言っていること、ちょっとわかる気がするんだよね。もしこのまま終末捕食が起きてくれればさ、人気使いも荒神もいなくなるんだよ。このままズルズルと生きることに怯えるより、終末捕食の可能性にかけてみるのもいいのかもしれないなって。そうしたら私みたいな荒神化する人気使いもいなくなるわけだし、私たちはもう手遅れだったけどさ、これからの世代にこんな悲しみ持ち越したくないんだよ。違う、それは違うよ、ケイトさん。確かに終末捕食は全てを解決するのかもしれない。大きな視野で考えたら実は正しいことなのかもしれない。でも結局それに飲み込まれる人の思いは犠牲になるんだ。そしてそれはケイトさんやジュリウスや隊長たちの思いや絆、そして守るべき人々を守り続けてきた人気使いや全ての人の生きた証を否定することなんだ。だから俺はラケルを絶対に認めない。そしてお前はケイトさんじゃねえ、ラケル。てめえだけは絶対に許さねえぞ。こっちだ、急ごう。いた、ギルだ。よう、ちょうどいいところに来てくれた。こいつを全力でぶっ潰したい。頼む、手貸してくれ。あれ、ここどこだろう。ナナ、そろそろご飯にしよっか。え、お母さん。
あれ、これ夢？何寝ぼけてんの？さ、ご飯置くの手伝ってよ。あなたただでさえたくさん食べるんだから。あ、おいしそう。ナナ、おいで。今までずっと大変だったね。でもこれからはずっと一緒にここで暮らそうね。お母さん、お母さん。お腹減ったね。さあ食べよう。ナナ、いつものお祈り。はい。泣かない、怒らない。寂しくなったらおでんパン食べる。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ナナは相変わらずよく食べるね。お？あ、そうだ。ねえねえお母さん、伝えたいことがあった。何？あのね、私一緒に泣いたり笑ったりできる仲間ができたんだよ。あれ？みんなは？紹介しなきゃ。ダメでしょ、ナナ。え？あなたは笑ったり泣いたりしちゃダメな子なのよ。え、でも。みんなあなたのことを負担に思っているに決まってるでしょ。あなたのこと負担に思っていないのはお母さんだけよ。今まで一緒にいられなかった分、これからずっと一緒にいようね。そうかもしれない。でもね、お母さん、それでもみんな受け止めてくれるって言ってくれたんだ。みんなに迷惑かけたくなくて一人で極東から飛び出した時、それでもみんな私を連れ戻しに来てくれたんだ。ジュリウスもロミオ先輩も隊長もギルもシエルちゃんも、みんな私のことを受け入れてくれたの。泣いたり笑ったりしていいんだよって。ナナ、だから今度は私がみんなのために頑張りたい。恩返しがしたい。まだ私に何ができるかわかんないけど、私行かなきゃ。ここ開かない。もう仕方ないな。よいしょ。お母さんごめん、ここ直しといて。じゃあ行くね。ナナ、おいナナ。ナナ、無事か？うん。なんかすごいいい夢見てた気がする。そうか、そいつは良かった。その話の続きはこいつを倒してからにしようか。シエル、なぜここにいる？俺に任せたはずじゃなかったのか？お前たちがここにいてもできることは何もない。すぐに立ち去る。私たちはジュリウスを連れ戻しに来たのです。無理を言うな。俺がここを離れたら
終末捕食が再開するぞ。このままでも終末捕食は再開してしまいます。それに私に何か言いたいことがあるのなら、ちゃんと姿を現してからおっしゃってください。ラケル先生、さすがですね、シエル。しかしそんなに賢いあなたなら理解しているでしょう。得意点であるジュリウスを取り戻す術などないということを隊長から聞いたでしょう。終末捕食から得意点が失われれば再生なき永遠の破壊がもたらされる。それよりは終末捕食による再生を迎えた方がずっと合理的だと思いませんか。どちらにせよジュリウスをこの終末捕食から連れ戻す手段はないのです。ならばいっそ私の元に戻ってきなさい、シエル。あなたが私の元に戻るなら、ブラッド全員を許してあげましょう。ジュリウスとブラッドのみんなが、あの頃のように私の元に集い、そして共に、終末捕食のその時を迎えるのです。お断りします。合理的でないことは分かっています。たとえ合理的でなくても私が諦めないと決めたのです。最後の1分1秒まで諦めずにジュリウスを助け出すためにもがき続けます。ならば、あなたに言うべきことは特にありません。さようなら、シエル。あなたと共に歩めなかったのは、少しだけ残念ですね。はい、こちらシエル、聞こえてます。あー、やっと連絡取れた、よかった。今そっちに向かっている。もう少しで合流できるはずだ。はい、了解です。みんなシエル、どうした。後にしましょう。みんなの到着を